岩森岳は、青森県西津軽郡西目山村と秋田県山本郡藤里町との境にある山である。標高は986.7メートル。岩木川はこの岩森岳から源を発している。岩森岳は、白上山地世界遺産地域のコアゾーンになっており、基本的に入山はできない。岩森岳は、青森県側では、とっちゃかの森あるいは、とっちゃかだけと呼ばれていた。 これは突き出た坂のある山という意味で、岩森モの山頂部は、青森県側も秋田県側も切り立った崖になっている。稜線は1メートル程度の幅しかない上に、岩肌も露出している。1753年の津軽領内、山沢図には、とつから額と記されている。国土地理院はこの山に置いた三角点に、とっさかと刻んでいる。ところが、 1969年の5万分の1の地図にはこの山は、ガン、森竹と記されていた。泊ま学というのは、見森の青森県側古障であり、何らかの混乱があったと思われる。1974年以降の地図にはこの山の古障は、削除され、標高のみが記載されている。なお、百二十九年の日本地理風俗体系には、岩木川の源流は、 白、学連山と書かれている。とまり学からは、岩木川は流れていないので、この認識が誤認の原因なのかもしれない。1974年以降の国土地理院の地形図からは、地名は削除されている。五所川原市出身で、京都市屋の長尾角左衛門は、三好村、村長、五所川原市会議員、道議長など務め、岩木川の治水に尽力した。 長尾は昭和40年に岩木川物語を表し、岩木川の水源の地図の間違いを主張し訂正させた。長尾は岩木山物語で、岩木川は泊りたに源を発しや、泊りたは、宮川の起こるところと、明治時代の日本地史略、道の口史略、大日本地明治書の記述を論拠に記述している。しかし、大日本地明治書では、 白学は、メア川の起こるところで、青森県中津軽郡、西津軽郡、秋田県山本郡の三郡はここをもって、境となすとしているが、現実にはその山は無名砲である。またその他にも、藤里駒ヶ岳やオップ岳も、現実とかなり違う場所に記録されており誤りが多い。長尾の誤りは天の木からも確認することができる。そこでは、秋田県側故障の岩、ガン 森竹は青森県側湖省のとっさかと記されており、任森は同様に泊まりがく、真瀬がくもはかまごしとされている。これらのことは根深まことによって初めて指摘された。元森竹を泊まりがくとする五人以外にも、元森竹ととっちゃかの森の位置がずれて記されているなどの混乱も見られる。元森竹の山頂に近い勝水沢の大滝周辺は、 マタギに、津軽の箱と呼ばれている。切り立った崖に囲まれて、箱の中に閉じ込められているような感覚を呼び起こされる。小笠原2006、P40 から41、青森県百科事典、東欧日報社根深誠、白上山地マタギ伝、鈴木忠勝の生涯、7つ、森書館、2014年、P222 から229、小笠原2006、P39。 ありがとうございます。